こんにちは。動画をご視聴いただきありがとうございます。今ご覧になっている動画は以前公開したラザニアの再編集版となります。何人かの視聴者様からもう少し詳しく教えてほしいというお声が何件か上がっていましたので、もう一度詳しく説明する形で公開しています。このラザニアの動画を最後まで見てもらえれば、あまたある他のラザニアの作り方を一切見なくても必要十分な内容となっています。準備と段取りがとても重要なので、よく頭に入れてから取り掛かりましょう。あと使う器ですが、バットみたいなものに作ってしまうと皿に乗せ替える必要が出てきて、乗せ替える時に崩れてしまうので、そのまま食卓に出せる耐熱容器で作るようにしてください。では料理の説明に入っていきます。野菜類は全部分量通りに用意して細かく刻んでください。分量詳細は動画の説明欄に記載してあります。炒め油は野菜を刻んだ中にあらかじめなじませておきます。その理由はなるべく最小限の油で火を通すようにしたいからです。合いびき肉は軽くほぐして少し強めに塩コショウを振ります。コショウは白でも黒でも構いません。うまみを逃さないようにするために小麦粉を軽くまぶします。肉と野菜の準備ができたら、次は火を通す作業に入ります。フライパンは終始弱火です。先ほど油を入れたので、ここでは必要ありません。まず1回目は4分、時間が経ったら軽く混ぜて、で少しオイルが足りないので、ここでほんのわずかオイルを足して混ぜます。で形を整えます。なるべくまとめるような形にするのがポイントです。蓋をしてさらに4分、蓋を開けてここでまた1回混ぜます。2回目が終わったら、ここで肉の登場です。軽くほぐしてください。しっかり塊をほどくようにしてください。でほどけたら、これも中央にまとめて円を作るような感じにして、ここでまた4分の3回目蓋をします。で時間が経ったらまた混ぜます。中央に丸く形を整えて再び蓋をします。これで4分の4回目ですね。最後です。でこれで肉の炒め段階は完了です。この状態をよーく見てください。焼き色、油の量。次は強火にして赤ワインを投入します。これは水分を飛ばしてください。この作業は終始つきっきりです。火加減に注意しながら、完全にこのアルコール分ですね、赤ワインを飛ばします。次はトマト缶を用意して入れます。種は残ってても大丈夫です。黒い皮は取り除いてください。でここでしっかり潰します。でここでスパイスの登場ですね。香り付けです。今回この肉を炒めるときに3種類使いますが、これはもう香り付けなので、この辺はお好みで使っていただいて構いません。もしなければないでも構いませんので、1種類でも構いませんし、お好みのものを使ってください。次にローリエを1枚、ローリエは必ず入れてください。タイムを少し、タイムは入れなくても大丈夫です。もしあれば入れてください。で入れたらごく弱火で30分間煮込みます。水分が飛ぶまでですね。トマトの酸味を飛ばしている間に、もう一つの
コンロでベシャメルソースを作ります。鍋を中火にかけてバターを溶かします。今回ステンレス製の鍋を使っているのでホイッパーで混ぜていきます。バターが全部溶けたら塩を少々入れます。下味程度ですね。で、一気に分量の粉を入れます。で、すかさず手早くホイッパーで混ぜてください。入れる牛乳は冷たいままの状態で使ってください。入れるときは少しずつですね。温めてしまうとすぐでんぷん質が固化してしまって一気に固まってしまうんですね。そうするとダマになってしまって、ダマの塊ですね。そうすると液体が混ざりにくくなってしまうので、冷たい牛乳でやれば少しずつ固まっていくので慌てなくて済みます。分量の牛乳を入れたら手早くかき混ぜつつこの状態まで持ってきます。ずっとつきっきりですね。この間もうちょっと混ぜます。で、角の方もしっかり混ぜるようにしてください。もうそろそろ出来上がりなのでよく見てくださいね。このサラサラ感ですね。鍋を傾けると鍋底からつるんと落ちるのが完成の目安です。よく見てくださいね。これでもう乗せる材料が揃いました。トマトも煮詰まった状態、これが完成状態ですね。今回は4層にするので肉は4分割、ソースは5分割、チーズは4分割に大まかに分けておいてください。では重ねる作業に入ります。分量外のバターを塗り広げます。重ねる順番を間違えないようにしてください。まず動かないようにするためにベシャメルソースをちょこっとと肉を少しだけ下に置きます。今回使うラザニエはバリラ社のものですね。これを5枚使います。5枚ですね。で、ここに左下に画像がありますが、こんな感じで重ねていきます。結構作ってるとややこしくなるので、ずっとこの画像を見ながら作っていけば失敗しないと思います。で、下に固定させるために1枚まず引きます。で、ベシャメルソースを広げて、あんまり端っこの方まで広げないようにしてください。あまり端の方まで広げなくても何回も重ねていくので、その都度押さえていくたびに広げていくイメージで作っていくので、最終的には端の方まで広がるので、枠ギリギリ1センチくらいは開けるような感じで盛り付けてもらえれば大丈夫です。だんだん積み重ねていくと結構グラグラしていきますので、必ず左手でしっかり添えるようにしてから広げるようにしてくださいね。支えてる手がポイントです。やっぱ慣れないうちはちょっと手こずると思うんですが、まあそんなに難しくないので大丈夫です。まあ一番気をつけなきゃいけないのは、やっぱりさっき言いましたけど、ちゃんとあらかじめ材料を分割しておいた方がいいです。わざわざ容器を用意して分ける必要はありませんが、ボウルの中でなんとなくそれなりにスプーンで筋をつけて分けておくような方法でいいと思います。あとラザニアのタイプですが2種類ありまして、茹でるものと茹でなくていいものがあります。今回は茹でなくていいタイプのものを使っています。初めて作る方はこの茹でないタイプを使った方が作業効率がとてもいいので、こちらをおすすめします。もし器の形に合わない場合はパリパリ割って使ってもいいと思います。それかハサミでカットしてその容器の形に合わせてもいいと思います。多少重なっても大丈夫です。で、この茹でなくていいタイプのものは硬いので水分を結構吸ってくれるんですね。だから余計な水分とか旨味をちゃんとパスタの方が吸ってくれるので、あと取り扱いもとても楽なので、やっぱり茹でるタイプだともう一作業手間が増えてしまうので、できればこちらのタイプのものをすごくおすすめしたいと思います。概要欄にも商品の
リンク先を貼ってありますので、もしよろしければ参考にしてみてください。5枚目のラザニエを重ねてベシャメルをのせたら、あとはチーズをのせるだけです。パルメザンチーズを少し振ります。これはお好みでいいです。これで全ての材料をのせて盛り付けは完成なんですが、まだこの状態ではオーブンに入れることはできません。重要なポイント、このまま20分間常温に放置して水分を染み込ませます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。